巨人は15日、前中日のアレックス・ゲレーロ内野手、31との契約に合意したと発表した。契約金を含め2年総額約8億円、金額は推定で、背番号は5に決まった。今季35本塁打で本塁打王に輝いたゲレーロの加入により、大砲不在の課題を解消。今オフは西武から FA 宣言した野上龍馬投手、30も獲得しており、来季の4年ぶりリーグ制覇に必要な投打のピースを埋めた。ゲレーロは来年1月下旬に来日する予定より小さい巨人の来季予想スタメン、攻撃型より大きい。打順、守備、選手な、打、試合、率、点、投、本。1番、中陽太鋼、右打ち 87.264、33、4、9発。2番、2ケーシー、マギ、右打ち 139.315、77、4、18発。3番、ユー・坂本隼人、右打ち 142.291、61、14、15発。4番、左アレックス、ゲレーロ、右打ち 130.279、86、1、35発。5番、1阿部慎コレスケ、左打ち 129.262、76、0、15発。6番、右長野久義、右打ち 134.261、46、6、16発。7番、3岡本和馬、右打ち 15.194、2、0、0発。8番、保小林誠二、右打ち 138.206、27、2、2発。